寺田静香さん。寺田と申します。本日もよろしくお願いいたします。私は本日はこれまで一般質疑などでお伺いをさせていただいたことで、またもう少しお伺いをしてみたいと思うことについて質問させていただきたいと思います。一つ目ですけれども、今山下先生からのお話もいろいろありますけれども、公害問題のことについてお伺いをしたいと思います。常々この公害問題に関しては環境省の一丁目一番地だとか、環境省の普遍の原点だというふうに歴代の大臣もおっしゃっていますけれども、ただ私もこの間さまざまな質疑を聞いておりまして、どうもそういうふうには感じられないというのが正直なところです。で、役所の皆さんはおのおの努力をしてくださっているというふうに思いますけれども、環境省全体として見たときに、その過去のさまざまな議員に対する答弁からは、その被害者の声に真摯に向き合って、これから一つも公害を出さないとか、疑わしきものは未然に防ぐと、一人でも少しでも被害が軽いうちに済むように対処しているというふうには私には感じられないんです。で、これがどうしてなのか、大臣がまだその大臣になられて何年も経っているというわけでもないですので、大臣になられてそんなに時間がないうちに聞いてみたいとずっと思っておりました。この公害問題に関して大臣もそうですけれども、他の課題に関してはさまざまご自身の言葉で前向きな答弁をいただいているにもかかわらず、この公害問題になると突然この文書そのまま作られた答弁をそのまま一言一句間違わずに読むというようなところが私には見られるように思えて、これがどうしてなのかなと、どうしてこの役所の作った答弁原稿から1ミリもはみ出さないというような気概しか感じられないというような感想を持つのはどうしてなのか、ビタ一文公害問題に関しては譲らないと感じられるその理由を教えていただきたいなと思います。山口環境大臣。公害健康被害対策は環境省の普遍の原点です。その公害の未然防止について、環境を保全する上で維持されることが望ましい基準である環境基準の設定や必要な規制措置を講じています。またこの公害健康被害補償法に基づく認定患者への補償給付や、公害保険福祉事業の実施によって、その公害健康被害者の迅速かつ公正な保護及び健康の確保を図っているところです。この引き続き環境基本法の下での法制度と科学的知見に基づき人の健康を守り、それから豊かな環境を保全するべく取り組んでいきます。これ裁判がありますから、そこはもうご理解いただければと思います。その中でこの裁判についても平成7年の政治解決、あるいはこの平成21年の政治解決、順番にこの対象を広げさせていただいていると。で、そこは先ほど申し上げたメチル水銀健康影響調査、これ37条の1項と3項というところがあるんですけれども、そこで今、整理をしているというところです。寺田静香さん。はい、ありがとうございます。大臣もご自身でも不思議に思われないのかなと私は感じるんです。で、私も3年前までこの世界にはおりませんで、で帰ってきて初めて聞くと、3月の市田議員のとご質問に関してもそうでしたけれども、メチル水銀が人の健康に与える影響を客観的に明らかにする手法の開発に取り組んでいるというようなご答弁があって、これ、60年以上も経って、今、そのことをやっているのって、私はすごく、今まで何をしていたんだろうというのが率直な思いでした。で、今のご答弁にもありましたけれども、やっぱりずっと答弁書をほとんど読んでいらして、そして係争中であるということを理由に分かってほしいというふうに述べられると、これは本当に一丁目一番地と思っておられるのかなと、こういうことでは私は国民のその安心安全というのは担保されないんではないかなというのが、すごくこう率直に疑問に思うんです。で、家庭の中で食卓を守っていると、そのちょっとでも危ないと思うようなものは食卓に載せないというようなことをするわけで、国全体としてはそれを担うのは環境省であると私は思っておりますけれども、率直なこの私の疑問に答えていただけないでしょうか。大臣。山口環境大臣。繰り返しやっぱり裁判かかっている以上、あまり思いつきのことは言えません。その中で環境省としてできるだけ
この要するに先ほど申し上げましたね、科学的知見があるからそれによって遅れることがないようにと、まあ、私自身も来させていただいて10ヶ月ですけれども、まあ、環境省の職員の方々一人一人、まあ、ものすごくバイタリティを持って仕事をしていただいています。それからそれぞれ一人一人が善人です。その意味で、まあ、この我々できる限り この気持ちの受け止め方させていただいて、そしてまあいろんな省庁連携しながらこのお互いの立場、お互いの立場というのは、その被害者の方々の立場、そしてまた、そのどういうふうに行政を進めていくかという立場、まあ、その辺をまあ環境省、できるだけ予防的な取り組みという観点を交えながら、やっていかなければいかんなというふうに思います。寺田静香さん。ありがとうございます。まだ納得のいかない思いは残りますけれども、先ほど青木議員の石渡に関するご質問の中でもあったと思いますけれども、この予防原則に関してもお伺いをしたいと思います。大臣もその予防原則に沿って少しやるんだというようなことを答弁もされていたかと思うんですけれども、この予防原則、欧米を中心に取り入れられてきているこの化学物質や遺伝子組み換えなど新技術に関して、人の健康や環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす恐れがある場合、科学的に因果関係が十分に証明されない場合でも、規制措置を可能にする制度や考え方のことで、1992年のリオ宣言でも、原則15で予防原則について以下のように記されています。環境保護するため予防的方策は各国によりその能力に応じて広く適用されなければならないと。深刻なあるいは不可逆的な被害の恐れのある場合には完全な科学的確実性の欠如が環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由として使われてはならないというふうに書かれていて、ちょっと難しいなと思うんですけれども、科学的に黒、完全に黒だと言えないことをもって、対策を先送りにするな、その対策を先送りにすることの言い訳にしてはならないということを言われているんだと思います。で、この数々の公害問題の対応もそうですし、今、さまざま、編集つらい山下議員からも PFOS、PFOA の指摘もありました。けれどもこうした問題に関してこの予防原則の考え方が十分に使われているとは私は全く思えないんです。この予防原則の考え方本当に利用されているというふうに思われているのか教えていただければと思います。山口環境大臣。その予防の考え方についてはその国際的には環境影響が懸念される問題に関して科学的に不確実であることをもって対策を遅らせる理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら予防的な対策を講じるとの考え方が定着しており、さまざまな国際条約においても採用されていると承知しています。まあ、我が国においても環境基本計画で予防的な取り組み方法を原則の一つとして位置づけ、地球温暖化対策、生物多様性の保全、化学物質対策、大気汚染防止など、さまざまな環境政策における基本的な考え方としています。また例えば生物多様性基本法では予防的な取り組み方法を旨とする規定を置いています。まあ、環境省の普遍の原点である人の健康や環境を守るとの目的に向けて予防的な取り組み方法の考え方に基づく施策を推進展開してまいります。私最初通ったのが2000年ですけれども、当時スターリンクっていう遺伝子組み換えのトウモロコシについて話題にさせてもらいました。それはトウモロコシを虫が食わないように、虫が食ったらそのいわゆる消化器官を凍らせてしまうと、だから虫が食わないと、まあ、そういうトウモロコシですけど、じゃあ虫が食って死ぬようなトウモロコシ人間が食って大丈夫でしょうかと、まあ、そういういろんな疑問を呈させてもらいました。それを要するにアメリカなんかでもですね、外見が一緒であればそれ OK と、そしたらトウモロコシ外見が OK だからそれ OK と、結構厳しいアメリカでもそうなってると。まあ日本の場合はまあそういうことでスターリンクのトウモロコシはバンバン入ってるんですけど、じゃああれから22年、じゃあどうなったかってまだ分からないんですね。だからその気持ちよく分かります。だからまあそういう気持ちを持ちながらやっぱりそのできるだけしかし科学的知見に基づいてっていうところも大事ですから、まあそういうバランスのもとで、まあ環境省はいろんな役所の中でもやっぱ予防的な取り組みに対して敏感なところだと思います。ですからまあその辺を大事にしながらこれからもやっていかないかなと思います。寺田静香さん。
はい、ありがとうございます。予防性原則を大切にするということであれば、先ほど私が申し上げましたこの市田議員への答弁、メチル水銀が人の健康に与える影響を客観的に明らかにする手法の開発に取り組んでいるというのは矛盾をしているんじゃないかなと私には感じられるんです。で、先ほども大臣も2度の政治的解決がこの水俣病に関しては図られているというふうにおっしゃっておられましたけれども、まさしくこの政治的解決、もしこの役所がこの感染の報告の拘束の中で動かないんであれば、ぜひこの政治的決断で解決を図っていただきたいというふうに思います。次の質問に移らせていただきます。エネルギー問題のことについてのお伺いをしていきたいと思います。5月24日 の私 の質疑の中で問わせていただいたんですけれども、再エネと原子力発電の相性が悪いという問題、これは5月19日の参考人質疑の中で述べられたものでありましたけれども、この相性が悪いというところへの答弁の中で、大臣は再エネと原子力発電の相性については、例えば蓄電池や水素などの蓄える技術のイノベーションを用いて余った電気を貯蓄するなど解消しながら可能な限り原発の依存を低減していくというようなことを答弁としていただいております。で、この答弁があるとすればなんですけれども、やはり再エネと原子力の相性が悪い、現状では悪いんだということは同意をされているということでしょうか。山口環境大臣。電力の安定供給というものは絶対これ必要ですから、で今例えばいい天気の時には太陽光で電力が取れる、だけど雨が降ったり雪が降ったら取れないと、そういうところを解決するのは安定した電力供給、それの一つが原発という意見の人も多いですね。それから蓄電池の仕組みがもっとたくさんきちっと整えば、それはどんどん今進化してますけれども、整えばその再生可能エネルギーを蓄電して、あるいは水素なんかでも蓄電できる仕組みがだんだんできているようですけどね。でその中でこのいわゆる安定的な供給が図れる原子力の役割も図れるかもしれないと、そういう趣旨で申し上げました。寺田静香さん。はい、ありがとうございます。安定的供給についてはもちろん私も大事だと思っております。以前からも申し上げておりますけれども、どうしても足りないんだとなるのはその年間の数日であって、そこのピークの数時間であるんだと、そうすればそういうところを蓄電池でなんとかやっていけないのかなと、またその他の技術でやっていけないのかなと私は思うんです。で5月19日の参考人質疑の中で山下参考人の方から原子力はやっぱりもう高くなってきていると、そして再エネは安くなってきているということも言われました。で現に私の地元の秋田県沖の洋上風力ですけれども、3つの地域で三菱商事が受注を総取りしまして、これまで の従来の価格の2分の1から3分の1の価格を実現をしています。これはさまざまな国の制度や仕組みを活用して知識を絞ってこの価格を実現をしたということでありましたけれども、このように再エネは日本でも安くなってきているんだと私は思うんです。で山下参考人の方からは政策的にはその原発をこれからも進めるところもあるだろうと、それはすでに依存しているところが続けていくところがあるだろうけれども、ただ日本ではその合意形成も含めても価格の優位性を考えても、本当に電力会社もやりたいのかと、そういう点で疑問符がつくというふうにおっしゃっています。でさらに言えばドイツの事例ですけれども、再エネを最も優先して残りの需要と再エネの間の残余需要というものをいかに重要に供給するかというフレキシビリティというのが最も重要で、ベースロードという概念は存在しないと、そういう点ですでにベースロードには原子力だという議論はちょっと古い議論になってきているというふうにおっしゃっています。このベースロードには古い、ベースロードは原子力は古いという議論について大臣はどういうふうに思われますか。山口環境大臣。今ドイツは緑の党とか、ね、そういうことでいろんな意味で環境に対して先進的な考えを持っている。他方その中でもこのウクライナにロシアが侵略した中で石炭の使用率が
ドーンと跳ね上がっていると。私は先ほどのそのベースロードについての考え方ないというのは、もしもそうであればドイツとフランスとの間の電力のグリッドは断ち切るはずですよ。断ち切ってない。それはフランスが7割から8割の原発でもってエネルギーを賄っている。でドイツは足りなくなればそこから融通してもらうと。それがあるからこそそういう話もあり得るんだと思います。だからそういう意味ではやっぱり日本が再生可能エネルギーだけで全部やれると、私はそれが理想だと思います。で他方まだそういう仕組みができてないから、じゃあその間どうするかと。で足りなくなったときに近隣の韓国とか中国から賄える仕組みがあるかと、全くないわけですね、今そういう電力のそのグリッドっていうのは。だからまあそれはない以上、その現実を受け止めればどういうふうに安定的なその供給システムを確保していくかというところで、まあ今のまあ再稼働については原子力規制委員会がどういうふうに判断するか、それをまあ尊重していくということで、まあ安全を最優先、原子力規制委員会の判断を尊重、その中で我々は再エネの最大限の導入、そして結果的に原発の比率が下がっていくことになるだろうと。他方やっぱりその去年の10月に決めた数字では、原発を20から22に、6だったものを20から22に、それから再エネも18だったものを36から38までにという、そういう中でのまあ話です。ですから、この 原発についても、このどういうふうにその今あるものを原子力規制委員会の判断を尊重していくか、そういう中でのこの再生可能エネルギー、これ両者、相まってというところがあるんだと思います。だから安定供給というのはその いろんなこのエネルギー このいわゆる再生可能エネルギー以外も含めた多様な選択肢をどうしても確保しておかないと、安定供給というのはまだできていないのかなということだと思います。それから将来的にはこの蓄電の仕組み、あるいは水素を使ったそういう蓄電の仕組み、そういうことを整えていくことによって再生可能エネルギー この使用を増やしていくということだと思います。寺田静香さん。ありがとうございます。ただ今のお話を経てもなお私がちょっと疑問に思うのは、結局その今ベースロードとして原子力を使い続ける限りにおいて、今足りているから再生可能エネルギー供給大丈夫ですというふうにしていくんであれば、最大限増やして再エネを増やしていくというところとどういうふうに両立していくのかなということを疑問に思うんです。でやっぱり提言を進めるそのベースロードという考え方をやめない限り、この再エネの最大限活用していく、増やしていくというところは私は図られていかないんではないかなというふうに思います。次に移らせていただきます。生ごみのリサイクルのこちらについてもう少し聞かせていただきたいと思っております。この間さまざまなところに聞き取りをしておりますと、その自治体によってはその燃えるごみのごみ袋を有料化をしているということがありまして、これは建前としてはごみの減量を主眼として行われているのでありますけれども、内実は実はごみ処理場 その維持管理や建て替え費用のためにその特別会計のような扱いに自治体の中ではなっていて、つまりごみが減ると実際には建て替え費用が捻出などが難しくなるので、実は減ると自治体は困るというのが実際のところではないかという指摘もいただきました。でこの矛盾を環境省としてどういうふうに解決をするのか、知恵を絞らなければいけないのではないかなと私としては感じております。でもちろん参考人としてお越しくださった真庭市長のように真摯にこの気候変動やあるべき路に沿って市政運営をする方が自治体の長であればいいんだと思いますけれども、ただ漫然とこれまで通りに進めるという慣性の法則の中では、なかなかその自治体には生ごみを減らそうというインセンティブは働いていかないのかなというふうに思うんですが、ここの矛盾どういうふうに解決したらいいものでしょうか。室井市環境再生資源循環局長。はい、廃棄物を減らしていくという大きな問題が昔からございます。実際統計的には減って、排出量自体は一般廃棄物自体は減ってきているところではございますけれども、そういう中においていくつかの手法があって、委員ご指摘のようにゴミ袋を有料化するということで減量化を図っている自治体も聞いております。ただその場合に何年かするとですね、リバウンドが起こったりとか、そういう場合もございます。で委員ご心配になっていらっしゃる、そもそもそれが
その市町村のですね、収入源になってやめられなくなっているんではないかという点については、私は必ずしもそうではないんではないかというふうに思っておりまして、つまり特別会計でやっているわけでは、つまり企業会計でやっているわけではございませんけれども、実際上、その廃棄物処理施設の運営はかなり負担になるものでございますので、これはご指摘いただいたかもしれませんが、逆に言えば市町村にとってみれば、減量化されて、そういった収集運搬の作業のそういう人件費であるとか、施設運営費とかが減っていくことが、やはりその他の部分に市町村 の, その財源を回せるようになるわけですから、やはりそちらが一番いいということは、当然、普通の首長さんであれば思いつくことでありますので、真剣にゴミの減量化を図っている。で、中には例えば何十種類も分別をすることによって減量化を図るような工夫と知恵を働かせておられる自治体もございますし、私担当局長としてはそういった自治体の方が多いんではないかというふうに思っております。寺田静香さん、申し合わせの時間が参りましたので質疑をまとめください。ありがとうございます。私としては生ごみのリサイクルを進めることを通して、義務化をすることを通して減らしていくことが大事ではないかなと思いますので、ご検討いただければと思います。ありがとうございました。はい、平山